皆さんこんにちは、レポーターの伊藤あずさです。スーパー耐久第6戦岡山ラウンドにやってきました。今日はとっても快晴でレース日和になっています。そしてスーパー耐久も残り2戦というところで、今回のレースもチャンピオンシップに向けてとても大事なレースになりますので、まあ、どういったレースになるか注目していきたいと思います。以前走られていたということで、岡山はとても慣れているサーキットだと思うんですけれども、今回 S 帯車両で走ってみていかがでしたか？そうですね、まあ、レースウィークを通してね、こんなに路面状況が変わるとも本当に思ってなかったので、とてもね、戸惑いました。こんなにね、長い時間バトルをしたのは初めてで、本当にね、もう正直自分のスティントが終わってもうホッとしてるっていうのがもう本当正直な気持ちです。かなり他の車両とのバトルも各所で見受けられたんですが、その時にもこうバトルしてる時の心境などもいかがでしたか？ FF 車両とバトルをしたのが初めてで、全然コーナリングも違うので本当に戸惑いました。まず村上さん、岡山での優勝念願だったと思いますが、本当におめでとうございます。今回はもう練習走行から村上モータースがこうかなりトップを走り続けてるなと思ったんですけれども、まあ、ここまでやってきたこととか頑張ってきたこととか教えていただいてもよろしいですか？まあ、実際ね、ちょっと怪我とかあってすごいラウンド休んで、客観的にね、モニターとか見ながらちょっと茂木に向けて組み立てて、で岡山でしっかり車は仕上がったと思ってます。岡山に向けてもう自分がやりたいこととか、もう試したいことを、ね、徹底的にしてもらって、まあ、メカニックさんには本当大変だったと思うんですけど、まあ、そこを、ね、嫌な顔せずにしてくれたことに感謝ですし、太田選手も急遽、まあ、乗っていただいて、その中でセットアップも進めてくれました。で、まあ、山谷選手はね、ずっと一緒に戦ってるんですけど、まあ、作戦面でね、一番ちょっと今回
もうどういうシチュエーションで乗るかわからないっていう中でね、準備していただくくれたのでね、本当感謝してます。なのでもう本当皆さんのおかげというか、チームみんなの、はい、あの力で勝てたと思ってます。次は最終戦になりますけれども、最終戦に向けて意気込みを教えてください。この勢いのままね、ドライバーもね、太田選手と山根選手はね、通過がすごく得意なので、2人に任せて、ちょっと楽させてもらって表彰台に連れて行ってもらおうかと思ってます。ポイントリーダーになっています。次戦の最終戦までチャンピオンシップはまだ確定していないので、次戦までしっかりその戦いを追いかけていきたいと思います。次回の最終戦は鈴鹿サーキットでの開催となります。ぜひ皆さん現地にいらしてください。